斎藤役郎は、江戸時代後期から幕末にかけての剣術家。流派は、新党無念流。幕末江戸三大道場の一つ、連兵館の創立者。忌味名は、善道。号は、徳心斎。本来の表記は、斎藤いよいよ、苦労、徳心一古腰中国者水軍フッツ星、寺村の農民、組合党、斎藤信助の長男として生まれた。先祖は、 加賀国の名族、斎藤氏と伝えられる。文化七年、越中の高岡へ方向に赴き、油屋や薬屋の出っとなったが、思うようにならなかったので帰郷した。江戸へ出ることを望み、文化十二年、親から一分銀を渡され出立する。途中、旅人の二担継ぎをして、打ちを稼ぎ、野宿をしながら、江戸にたどり着いた。旗本、の瀬ひろ進の小物となって、 住み込みで働き、夜は書物を読んだ。感心した、のせのすすめで、剣術を、岡田義年に、儒学を、小笠理に、兵学を、平山高造に、文学を、赤い岩尾さんに、法術を、高島周藩に、馬術を、品川五作に学び始め、学問と武芸に励んだ。二十代で、新党無念流岡田道場劇館の師代に、昇進し、岡田の死後は、 後継者、岡田都貞を貢献した。文政九年、二十九歳で独立して、江戸九段坂下まな板橋近くに、連平館を創立。鏡、新明智竜史学館、北新一東流玄武館と並んで、後に、幕末江戸三大道場と呼ばれるようになる。長男の斉藤慎太郎が、開国修行で各地の拳豪を破り、長州藩は、新道無念流を高く評価して、 藩士の多くを連兵館に送って学ばせた。熟党を務めた、桂小五郎のほか、高杉晋作、品川矢次郎、井上文太、伊藤俊介、大田一之進らがいる。また、三男の斉藤藩之助は、大村藩に仕え、同藩士、渡辺昇、柴江雲八郎らを指南した。役郎の門下から、明治維新の原動力となる人物が多く輩出した。 連兵官創立の資金援助をした人物が、激剣艦道門の江川英流である。その後薬老は江川に仕え、江川から軍事防衛の最新知識を吸収するようになった。天保六年、江川が伊豆国二良山の大官となると、江戸詰め書き役として仕えた。天保八年、大阪で大塩平八郎の乱が起こると、江川の命により、大塩の行方を調べるため、 大阪へ赴いた。江戸へ戻ると、その状況をいち早く、水戸藩の藤田東子に伝えた。また4月には、江川と共に、東剣省の装いで、海国の状況を見て回った。この時、わざわざ商人を装ったのは、当時海の国では、幕都が多く、治安が悪かったためとされる。天保9年、老中、水野忠国は、 エドワン防衛強化のため備え条件文を実施することとし、その生死に鳥居王像を福祉に江川英竜を任命した。江川は測量の専門家の推薦を渡辺火山に依頼するため、薬老にその仲介を頼んだ。薬老は翌年正月から実施された備え条件文に江川の手代として参加している。天保十二年五月西洋法術家である 高島周藩が徳丸が原において演伝を行うこととなり、薬老は弟の三十九郎や他の江川の家臣と共に参加した。また、同年8月、水戸藩の行動館の開館式に他の剣豪などと共に招かれた。嘉永六年6月、浦賀に黒船が来航し、来春の再来航を告げて出航。幕府は急遽江戸湾内の防備を固めるため、 江川らに対策を命じた。江川は、台場築造の場所を選定する必要性から江戸案岸を順備し、薬老や桂ツ小五郎も同行している。また品川沖に台場の築造が計画されると、薬老はその実地測量や現場監督を行ったとされる。合わせて、高島周藩らとともに、湯島馬場で逮捕中造を行っている。安政元年正月。 黒船が江戸湾に再来航すると、幕府は江川に対して江戸湾採用部である品川沖まで黒船が侵入した場合に備え、船で乗り付けて退去交渉を行う役目を認じた。薬老は江川に従って退去交渉に同席するつもりだったという。2月15日、薬老らは長州藩江戸藩邸に招かれ、藩士に対する剣術教授の功績を称えられた。 また4月3日には、福井藩江戸藩邸70名余りの門人と共に、赴き、邸内の馬場で試合と、西洋獣人を披露した。安政2年正月、江川英留死去。後継の江川秀俊からも引き続き助力を要請された。10月には、安政の大地震で、藤田東子が水戸藩江戸藩邸内の辞邸で圧死した。斉藤薬老殿によると、薬老は、 東湖の意外を引き出し、自家の長持ちに収めて、水戸へ送り届けた、とある。安政3年4月5日、水戸藩小石川藩邸において、徳川成明の前で、銃、剣、槍の三体大公ののじあいを披露した。またこの年の間に薬老の名を、長男の慎太郎に継承させ、自身は、斉藤厚野部祭と名乗った。安政4年、将軍刑事問題に際し、 福井藩主、松平義長は、家臣の中根幸恵を通じて、徳信祭に、一橋義信擁立のために必要な工作を、依頼した。徳信祭は二代役老と共に、文化政党を通じて、老中、松平正方の周辺への工作に尽力した。安政五年、代々木に3375坪の荒地を購入し、開墾した。 門人の同行の訓練とするとともに、再演とした。安政六年、この頃、安政の大国により、幕府の取り締まりが強化される。水戸とのつながりの深い特進祭にも、堀の手が伸びようとしていたとされる。文久二年、長州藩政師、毛利貞弘が、代々木山荘を訪ねる。特進祭は、反論統一して、勤労の大義を取るよう訴えたとされる。 文久三年、長州藩の依頼を受け、門人の中から十数名を選抜し、有仕組みと称して、長州へ派遣した。慶応四年、将棋隊から狩猟になってくれるよう望まれたが、これを拒絶する。同年、明治政府に出資し、会計関権判事となって、大阪に赴任。明治二年、造兵領の剣誠となる。造兵領が火事になった折に、 もうかの中に飛び込み、大やけどを負いながらも重要書類を運び出した。明治4年10月24日、死去。去年74、墓は伏線寺。ありがとうございます。